ヤマトしじみとは、寄水域で採れる食用の二枚以外、日本の固有種である。しじみ化の二枚以外で、河川の河口など淡水と海水が入り混じる、寄水域のされ規定で見られるが、寒潮になると、水がなくなるような干潟にも生息できる。殻は30から3 5トル。殻の表面は若いうちは、茶褐色、成長につれて黒色へと変化していく。殻には、光沢があり、 成長につれて、台湾しじみ等より歪みやすい、同心炎上の凹凸ができる。殻の内側は、違いの内はやや紫色をしているが、大きくなるにつれて、白色となる。雌有遺体で乱生である。日本において広く、食用にされているしじみは、このヤマトしじみであるが、マシジミ、セタしじみ等も、稀に流通している。貝類は通常、調理する前に、 砂抜きという作業を行うと良い。大和しじみの砂抜きは、真水で行うことも可能で、店やメーカーによっては、1から6時間ほど砂抜きしてくださいとしか書いていない、場合も多い。本種は前日の通り気水域の生物であるため、説明の有無に関わらず、気水よりやや低い濃度の塩水で砂抜きを行う、ことが適している。こうすることで、旨味が逃げず、身が締まると言われている。 濃度がわからない場合は、汁物より塩辛いと感じる程度の塩水を作り、これを同量の水で希釈するとよい。ひぬまのしじみ漁主な産地は、日本国内では、島根県の新事湖、人材湖、青森県の十三湖、小川原湖、茨城県のひぬま、北海道の手塩川、川口域、網走湖等が有名であるが、東京都産、三重県産、愛知県産、千葉県産、 なども流通する。農林水産省の地理的表示保護制度で登録された大和しじみ産地は13個山山戸しじみと小川原小山戸しじみの2産地である。日本国内でかつしじみとして売られているものは店頭加工のトレーパック売りが主流だが工場加工の水パックも存在する。高級デパートなどでは氷の上に置いてある場合もある。ありがとうございます。